験終わって戻ってきました。定期点検とともにですね、 TFT 液晶の日本語化、それからもう分かりますよね、このね、この田中先生から支給されたパーツを使うんですよ、パーツ、で、こいしょで、こいつ、それからこの補強バーですよ、これをディーラーでつけてもらいました。3密を避けて、ちょっとここまで来てますからね、ご安心ください。